はい。シルキーピックス使い方動画第5弾となります。今回はですね、知っていると便利なシルキーピックスの機能をご紹介していきたいと思います。では早速、便利な機能をですね、ご紹介していきたいんですけれども、まず一つ目が、レーティングという機能ですね。聞いたことある方も多いと思うんですけれども、今、ここのコンビネーション表示のサムネイルの方に、この星マーク、黄色くなっている星マーク、これをですね、レーティングと呼んでおりまして、 これはですね、カメラの中でも設定できる機能ですね。レーティング。カメラの中で設定したレーティングをシルキーピックスで開くと、このように星マーク引き継がれて表示されますので、例えば、撮影時の合間にですね、写真をカメラで見て、このピントとかですね、構図とかいいなと思ったものをこのレーティングつけておくとですね、後でシルキーピックスで調整しようと思って開いたときに、 このように、レーティングも一緒に引き継がれてきますので、選択するときに、さっきピントとかね、構図チェックしたもの、すぐ分かりやすくなっております。なので、大量に写真があるときにですね、こういった目印をつけておくと、後で見つけ出すのがとっても楽になりますので、こういったレーティングという機能をですね、使いこなしていただければ、写真の選択もスムーズに行うことができますね。 ただこのようにですね、サムネイル、まあ写真がフォルダの中にたくさんあるときにですね、そのレーティングがついているものを見つけ出すのも大変ですので、そういったときに、このサムネイル内の外ですね、左、右下、ここ、えー、カーソルを合わせるとワンクリック選別というのが出てきます。カーソルを外すと消えるんですけれども、カーソルを合わせると出てくる、このワンクリック選別。 その中にですね、ずらーっと並んでるんですけれども、ここに星のマークがあります。レーティングされたコマ。ここを押していただくと、このフォルダ内で、レーティングされているコマだけを表示することができますので、大量にあるフォルダ内をですね、全部見て、このレーティングされているコマを見つけ出さなくても、このワンクリック選別で、レーティングされているコマを選択していただければ、その中の 星がついているものだけを表示することができますので、とってもスムーズに写真調整に移ることができますね。はい。で、今はですね、レーティングされているコマだけを表示しておりますけれども、解除の方法はまたこちら、サムネイルの右下ですね、カーソルを合わせるとワンクリック選別出てきますので、今、レーティングを選択しておりますので、こちらも星のマークになっておりますが、ワンクリック選別の一番右、こちらがですね、選別を解除になります。 押していただくと、またフォルダ内の画像がすべて表示されますね。で、またですね、シルキーピックス上でも、この星マークついているんですけれども、こちら、クリックすると、星マークつけていくことができますので、こちら、写真をですね、確認していただいて、後で調整したいなと思ったものとかですね、目印として、このようにレーティングをつけていくことができます。 じゃあ次にご紹介する便利な機能が、ショートカットキーの登録方法ですね。こちらをご紹介していきます。まず、オプションを押していただいて、その中にあります、キー設定を押していただくと、このような表示が出てきますね。で、こちら今並んでいるのが、シルキーピックスの機能なんですけれども、その隣に、コントロールプラス S と書いてあるんですけれども、これがキーボード上で押すことのできるボタンですね。このボタンを押すと、こちら並んでいる機能がですね、表示しますよ。 とても便利な機能になっております。で、まずですね、えー、こちら、表示対象のところ、中開いていただくと、キーが割り当てられている機能というのがありまして、もうすでにあらかじめ、えー、登録されているショートカットキーがこのように確認することができます。ここでですね、えー、よく使うような機能がですね、もしあれば、ここで、えー、確認いただいて、で、実際に、例えばコントロールボタンと G を押すと、 このようにグリッド表示が簡単に表示することができます。でもう一度コントロールボタンと G のボタンを同時に押すと消すことができますね。で通常この表示,表示の中でグリッド表示を押すと出てくるんですけれどもこういったカーソルを動かして表示させるという動作がですねキーボード上で簡単にできてしまいますのでこういったコントロールボタンと G とかですねショートカットキーを覚えておくと え、作業もスムーズに行うことができますね。で、あとはコントロールの W を押すと、このように表示の切り替えも簡単に行うことができますで。こういったショートカットキーがこのキー設定の中で確認することができますね。ただ先ほどのようなレーティングというのがですね、えー、ここ中に入っているんですけれども、えー、レーティング1を設定。こちらはですね、登録がされておりません。 なので、この中を見ていただいて、よく使う機能が登録されていなければ、ここで登録することができます。例えば、ここにキー単独とかコントロールプラスとかあるんですけれども、このコントロールプラスっていうのは、コントロールボタンとそれ以外のボタンを同時に押して、ショートカットキーとして登録しますよ。こっちはシフトボタンとそれ以外のボタンですね。例えばシフトボタンと1を押して、レーティング1を設定させるようにするということであれば、 こシフトプラス1で。もう一つがシフトと2に2のボタンを押すとレーティング2を設定しますよって。それ以外にもたくさんね、登録できるんですけれども、今登録したもので行ってみると、シフトと1を押すと、ここにレーティングがつきましたね。でこのように写真を確認していって、ピントなどを確認して、これ後で調整しようと思ったものですね。目印として、このようにつけていくことができます。 で、あとでまた先ほど使ったワンクリック選別で、レーティングされているコマだけを表示させれば、まあ、目印として後で調整しようということで目印をつけたのであれば、これだけをね、調整すればいいということになりますので、このショートカットキーを覚えると作業がとっても早くなりますので、ぜひこちらをご活用ください。 先ほどショートカットキーでレーティングをつける方法などをご紹介したんですけれども、レーティングのようにですね、写真の目印をつけたりとかセレクトするときにですね、便利な機能として、画面の右下にありますこちら、ユーザーマークという5色並んでいるんですけれども、こちらも目印として使うことができます。例えば、写真をクリックして、このユーザーマークを押していただくと、写真に色のついたユーザーマークついていきますので、こちらも目印となりますね。 ま、色が5色ありますので、皆さんので何かしら意味を持たせてあげて、このマークをつけていっていただければいいかなと思いますね。例えばプリントしたいものは、青のユーザーマークをつけていくとかですね。あとは、ポートレートの写真ですけれども、複数モデルさん撮影した場合には、一人のモデルさんをこのように色をつけて、目印としてですね、つけていくとか。ただこれ一個ずつ選択していくのも大変なので、 ま、このように並んでいる場合は、最初のコマ一つを押していただいて、で、最後のコマを押すときにですね、シフトを押しながら、マウスの左ボタンをクリックしていただくと、その間が全て選択状態になりますので、その状態で、このユーザーマークを押していただくと、その間全てえ選択されます。で、他のモデルさんがいた場合は、ここから、例えばここまでですね、 すべて選択したいときは最初のコマを押してシフトを押しながら最後のボタン、最後のサムネイルを押していただくとその間すべて選択になりますのでここで他の色を選択するとこのように全部ユーザーマークつけることができますねでもちろん先ほどのワンクリック選別でこのように青のついているユーザーマーク選択することもできますし例えば赤だったら赤のついているものですね 簡単に絞り込みができます。で、今のですね、シフトを押しながらっていうのもあったんですけれども、選択方法としては、コントロールボタンを押しながら、マウスでクリックしていくと、その最初から最後ではなくて、飛び飛びでもこのように選択することができます。今、コントロールボタンを押した状態で、マウスでクリックしていってるんですけれども、このように選択したものにまた、 ユーザーマークをつけていくこともできますね。で、この選択方法を応用して、これがですね、調整することもできますので、例えばこのように青くなっている写真ですけれども、最初のコマを押して、最後のコマを押すときにシフトボタンを押したままクリックすると、その間が選択されて、例えばこちらの調整ですね。明るさを変えたりとか。 自動調整ボタンを押してみると、これに今選択されているもの全てが自動調整を行うことができますので、1個ずつホワイトバランス変えたりとかですね、しなくても簡単に調整することができますので、この Shift ボタンとかコントロールボタンを押したまま選択とかですね、あとはユーザーマークを覚えていっていただければ、また調整も早く行うことができますので、ぜひこちらご活用ください。 では次にご紹介するのがマルチプレビューという機能をご紹介していきます。マルチプレビューはどんなものかと言いますと、まず場所ですね。こちら、コンビネーション表示とか表示切り替えの並んでいるところの四角二つ並んでいるアイコン、こちらを押していただくと、このように2枚並べて表示することができるのがこれマルチプレビューというモードですね。で、ここで今、この状態で調整を行ってみると、この左側だけ調整が反映されて、 右側は調整前の状態が表示されておりますので、このように2つ並べて調整前と調整後を比較してみることができます。もちろん同じような写真が並んでいる場合は、片方だけ、左側だけですね、切り替えて、どっちがいいかなということで2つ並べて比較することもできますね。それ以外の使い方としては、まず今、連動表示モード。 これ、えー、両方今一緒に動いてるんですけれども、これ連動表示モードが入ってるからですね。こちらを切っていただいて、で、今参照プレビューモードになってます。この左側だけ調整が反映される状態ですね。こちらをですね、その隣にあります複製プレビューモードを押していただくと、じゃあ両方調整が適用されます。で、連動表示、えー、モードを切っておりますので、片方だけ動かすことができますし、片方だけ拡大ができますので、 気になるところを拡大して、全体の表示しておくことによって、全体の雰囲気を見ることができますね。なので、気になるところを拡大して調整することもできますし、その調整によって全体の雰囲気どうなっているかなという確認もですね、一つの画面上でできてしまいますので、こういった使い方もできます。で、調整前の状態、押している間初期状態表示ボタンですね。両方を え、初期状態と調整後、比較も簡単にできます。ただですね、この、初期状態表示ボタン。まあ、調整してから、初期状態表示ボタン。え、調整して、初期状態表示ボタンていうのはですね、え、この、カーソルの移動がですね、面倒という方はですね、キーボード上の、え、スペースキーを押していただくと、初期状態表示ボタン、簡単にできます。なので、え、ホワイトバランスを変えて、 え、この、初期状態を表示ボタン、カーソルで押さなくても、キーボード上で、簡単に、このように比較ができますね。動かして、このように。いちいち、カーソルを持っていかなくても、初期状態、簡単に見れますので、こういったですね、便利な機能、ぜひね、ご活用いただければと思います。はい、では次にご紹介するのが、え、こちら、フォルダツリーとか、 このパラメータコントロールのですね、アイコンとか文字の大きさを大きくする方法ですね。こちらをご紹介していきます。最近のモニターはですね、解像度高くてですね、こういった文字とかアイコンが小さくなって見づらいということがね、ありますので、そういった時に大きくしたいっていう方はですね、こちら覚えていってください。まずオプションを押していただくと、ずらっと出てくるんですが、一番下のオプション機能。こちらカーソルを合わせていただくと、今度また3つ出てきますね。 その一番下にスキンの選択というのがありますので、こちらを押していただくと、このような表示が出てきます。今、プレビュー表示、えー、出てるんですけれども、これが今表示されているブラックというものですね。まあ今、同じ大きさになってますね。ここと。で、ここ、えー、ブラックを押していただくと、その下に18%グレーとか、ライトグレー。これ大きさ一緒なんですけれども、周りの色が変わります。 でその下に同じブラックで、えー、大きいサイズというのがありますね。こちらを押していただくと比較してみると文字とかアイコンが大きくなったのがわかりますかね。でさらに 4K とかですね、もっと解像度の高いモニターをお持ちの方は押していただくとさらに大きくすることができます。ただこれ大きくしすぎると、えー、パラメータコントロールとかですね、モニターの外にはめ出てしまって調整逆にしづらくなってしまいますので、今回ちょっとね、一、えー、つ大きい ブラックの大きいサイズというので選択してみます。で、この選択、スキンの選択は再起動後に反映されますということなので、OK をしただけでは変わりません。再起動というのもパソコンの再起動ではなくて、このソフトの再起動ですね。一回バスで消していただいて、で、もう一度立ち上げます。で、立ち上げていただくと、はい。このようにですね、先ほどよりも、 アイコンとか文字が大きくなって見やすくなっておりますね。なので、この設定はですね、パソコンの再起動しても設定は残っておりますので、一番最初に見やすい大きさにこのスキンの選択で決めておいてください。そうすることによって、文字とかアイコンもですね、ずっと同じ大きさでソフトを使うことができますので、こちらもぜひ覚えていってください。 では次にご紹介するのはご自宅のプリンターでプリントした時の仕上がりの色味をこの画面上で確認できるというとても便利な機能をご紹介していきます。イメージ通りに画像調整しても結局プリントしたら色味が全然違ってしまってまた再度調整をし直ししてプリントも出し直しをしているという方もね多いのではないかと思うんですけれどもそこでご紹介したいのがこちら警告表示の中にありますプリンタープルーフ表示という機能ですね。 こちらを押していただくと、このような表示が出てくるんですけれども、今はですね、こちらプリンター側でカラーマネジメントと書いてある欄ですね。こちらを押していただくと、その上にカラーマネジメントを行うという欄がありますので、こちらを押していただきます。で、さらにこちら、プリントカラースペースという欄がありまして、でこちらを押していただくと、またずらっと出てくるんですけれども、こちら実際には皆様のプリンター、パソコンにつないでいるプリンターの名前が出てくるかと思いますね。 でプリンターの名前というのがこの文字の中にあります、えー、左側。例えばこちらだと SCPX5V2 という、えー、名前出てますね。で、その隣にありますのが、えー、フォトクリスピアとか用紙の名前ですね。その組み合わせがここに並んでおります。ここ出てこないという方はですね、えー、プリンターメーカーさんとか用紙メーカーさんのサイトに ICC プロファイルというのがありますので、 え、こちらをダウンロードしていただければ、ここに表示が出てくるかと思いますね。では今ですね、こちら SCPX5V2 のフォトペーパー G という風になっているんですけれども、このペーパーで出すと、このようなイメージで仕上がりますよ、という風になっているんですけれども、ちょっとわかりやすく別の用紙にしてみると、同じプリンターで、マット系のマットペーパーピグメントという用紙使ったらどうなるかなんですけれども、このように、 表示が変わりました。マット系なので少し黒が浮いたイメージになっておりますね。で、ここで注意していただきたいのが、このシミュレーションでより色味を近づけて表示するにはですね、モニターのカラーマネジメントというのが必要になってきますので、ぜひですね、このモニターのカラーマネジメントというのも行っていただければなと思いますね。で、さらにここで表示した色味をですね、シルキーピックスで明るさを変えたりとか、 再度調整をし直すこともできますので、よりそのプリンターと量子の種類で出したいというときに、さらにイメージに追い込むときに再度調整をすることが可能です。では次に光沢系の紙だとどうなるのか見てみたいんですが、光沢系の紙はフォトクリスピアという紙ですね。選択するとまたイメージ変わりました。光沢系なので少し黒もね、引き締まったイメージを再現しております。でこのようにプリンターと 実際に印刷する紙の種類をですね、選択することによって、この画面上で実際の仕上がりのイメージが確認できますね。でさらに、こちらプリントする際のプリンタードライバー側の設定なんですけれども、その設定でですね、色補正をなしにするという設定が必要になってきます。この設定をしないとまた色もずれてしまいますので、ぜひこちらはご確認ください。 詳しくは使いこなし術の中に失敗しない写真印刷方法という記事がありますのでそちらも合わせてご確認いただければなと思います。はい。ということで今回ご紹介した便利な機能を活用していただいてシルキーピックスの RAW 元像作業をですね簡単に楽しく行っていただければなと思いますのでぜひこの動画をご確認いただいて皆さんの方で実践していただければなと思います。